はい、おめでとうございます。今日は一本の皆様と一緒に人狼やっています。はい、ちょっと飛び入り参加ですが、一コン OB の、はい、はい、一コン OB の、もともと指揮者やっていました、バウと言います。よろしくお願いします。イエイ。役職は人狼が3人で、霊媒占いボディーガード、狂人はなし、あ、狂人はなしで占い霊媒ボディーガードが1人ずつ、市民が5人で、占い師は初日に1人だけ、人狼ではない人を知っています。騎士は連続防衛ができません。はい、はい、17分か、はい、何一人ずつ何か喋っていきますか、うん、カミングアウトはしない方が真ってことでいいですか、ね、まあ白でしょ、ね、はい、じゃあバウ君がさ、今回初登場だから、はい、誰かこの人の話聞きたいとかあれば、うーん、示して喋らせて、じゃあヒゴめっちゃ聞いてるよ。だから普段分かるから挙動で分かるってことね、怪しいってこと。特に怪しい人っていうのは思いつかないですけど、ヒロシは今回はそんなに怪しそうじゃないんで、ちょっと人狼陣営じゃないんじゃないかなと思ってますぐらいです。以上です。じゃあちょっとヒロシからちょっと、はい、そうやってやってみてください。まあ僕とりあえず白かなっていうことでいいですか。そこまでヒロさんからでした。ただっぽいっていうだけ、はい、ありがとうございます。でどうしようかな、いけなって怪しそうって言えば、まあ、ハマちゃんかなと。はい、なんかクラッシーと楽しそうになんか遊んでるコーディネーター、まあ、適当ですけど楽しそうかなと思います。はい、じゃあ僕ですかね。はい、そうですか、まあ、怪しいと言われたんですけど、まあ僕市民側なんで、どうですかね、僕的に見て怪しい人は正直わかんないな。どうしようかな、どうしよう、じゃあ徳くんの話聞きたいです。一回止めない。でも この段階さっていう、この段階で何か言いたい、言いたいことがあるの。全員喋ってると入ってます。いや、まあ、まあね、あのただ、まあ、見てただけですけど、ヒロさんが立って、みんなヒロさんの方を見て、うん、話を聞きました。で、ヒロシって言った瞬間、ヒロシ君がなんか目をそらしたと思ったんですけど、どうですか。で、そこから立ち上がって喋る時もちょっと緊張してたかなって思います。もう何回もやったんで、YouTube 慣れましたよね。はい、すごい緊張してませんでした。はい、じゃあ、言われたんで、でも、市民あぶり出して流れってなしですか。あんまり良くないかな、人類より。でも逆に味方の役職持ちの人が疑われてしまうのは良くないと思うので、僕は市民です。今言って言うのは言うんですね。はい、僕は市民です。あ、私市民なので処刑するのも、はい、自由です。それはない、それはないなし。市民なので処刑してくださいはなし。はい、市民っていうのは大丈夫といいですよ。はい、はい、どうぞ。っていうことって結構もう分かってるじゃないですか。その市民は処刑されないっていうのって分かってるじゃないですか。もうなんか処刑しないで行こうねみたいな積極的な感じで言ってたと思うんですけど、そこであえて出る、あの逆に疑ってもいいよ。潜伏に入った人狼っていう見方もかな。人狼3人いるから1人は絶対動かなくていいんですよ、うんうん、だから他の市民が他の人狼が動いてるっていうアピールになった人狼になったかもしれないけどね。あ、そういう考えでしょ。はい、ことを言いたい。とりあえず市民って言っといて、はい、じゃあもうここ市民やからここは外して考えようかってなってなるじゃないですか、とりあえずは。まあ、だからそういう目線で置いとった方がいいってことでしょ、うんうん、という時言っておきます。疑わないよ、根拠見てからねっていうことだね。その意見言ったハマちゃんも、まあまあ市民だなと僕も思ったのと、はい、はい、最初の話で戻っちゃうんですが、バウが非合し指名したっていうことは、どっちも人狼っていうことはないかなと思います。どっちも人狼っていうパターンはないと思う。どっちか、ね、あるとしてもどっちか、ね、そういう意味ではあれですよね。もう指名したあの指名するときにやっぱ人狼に、もし自分が人狼やったらもう一人の人狼に喋らすことはやっぱりないですよね。いや、それはね、怖い。あのあえてっていう場合もあるからあるけど、今の指名の仕方は絶対違うと思った。最初のね、他はちょっと完全に切り捨てても、絶対は絶対ないですけど、まあ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 確率が高いし、うん、ましょう。そうですね、進行が違うから違うくてまた分かんないですね。何も考えられないんでしょう。じゃあ釣りの候補を考えますか。そうですね、はい、さっき指名されたから喋りましたけど、はい、どうしますか。
あ、進行方としては勝ってないんやけど、あの人の話してる時にすごい人の目ずっと見てたんやけど、目が軽く、はい、目が軽く泳いでたのは、たくみくんとクリスとヒロシが軽く目泳いでたかなって思いました。それだけです。でも3人人狼で怖いね、超能力さん。広報として上がる分には全然問題ないです、うん、ヒロシいつも見せましょうよね。はいはい、人狼側にしか立ったことない。結構そういうイメージがつきがちですね、はい、そうなんですね、今まで実は練習何本もしてるんですけど、毎回強靭人狼人狼ってことで、で今回も人狼じゃないかなって疑われてると思うんですけど、いやほんまに市民なんですよ。はい、お願いします、はい、いやあーそうなんだかどうしよう。僕結構最初に投票することが、いや、あのね、だって今役職が何も出てない状態で自分が人狼じゃない、市民ですって言ったら他の人狼が動きやすくなるから、まあありえるかなと思ってとりあえず入れてみますよ。いいですか。はい、はい、ですか。僕は、まあさっきの理論を、理論なんかわかんないけど、まあ、とりあえず信じてヒロシに入れます。じゃあ、はい。さっき、やっぱ僕の疑いは当たってると思うんですよ。やたら浜ちゃんが僕に入れたがってるように思えてきて、で、まあ、次霊媒で僕見てるものだったら確実に素人わかるんで、で、それで僕を疑った浜ちゃんに入れたいと思います。お願いします。必要にちょっとヒロシ君を疑ってしまいましたけど、そうですね、人狼って疑われて、市民ですっていうのはちょっとあのさっきのところからあまり出ないかな。あの役職持ちですみたいなことを言ってごまかすして逃げるかなと思います。で、まあちょっと不審がってたのは、あの今まで人狼やったのに対して人間側になるのがあの初めてだったのかなというような可能性も、含めて別の人に投票します。まあ肥後さんが言ったようにちょっとあの目が泳いでたかわからないですけど、あのゆっくり投票します。投票します。そうです、今入っているのはヒロシとハマちゃんで、あとクリスも入っているんですけど、僕作家具合がクリスとロッポーとダーソンがちょっと低いかな。特にクリスはもうちょっと喋ってもいいかなと思ってて、個人的に。で、それで喋ってないのが人狼だからと、あと役職を持っているからなんか参加してないのかなっていうのを、死を伏せているのが狙っているって意味で黙っているのかってことで、ちょっと投票はしにくいかな。で、まあ結局3人の中に僕は入れようと思うんですけど、ここはダーソンに入れるぜ。投票します。先ほどの石岡さんのゲームで、あのバウさんとヒゴさんどちらも人狼とかはありえないと、どっちかっていうとどっちかが人狼かもしれないぐらいのっていうことをおっしゃってたんで、まあそういうわけじゃないかもしれないんですけど、でその時に思ったのは、もし肥後さんが人狼やったらっていうのを考えた時にですね、その後、福士君と僕と広瀬さん3人を挙げたじゃないですか。もし人狼じゃなかったらこの手ってすごく有効ですね。もう人狼じゃないと確実な、まあ自分が人狼やから他の自分分かってるんですけど、人狼が人狼じゃない3人を挙げて、もう確実に白の人が今日殺される、形を作ったっていう風にちょっと思えてきまして、まあそのね、ただの予想なんですけど、ね、まあ、もしそうだったら怖いなと思ったので1票入れさせていただきます。投票します。肥後のまあ喋りをちょっと聞いてたんですけど、まあこうさっき言ったように、他の3人目線が泳いでるっていう風に、自分以外に票を誘導したっていうことと、あとはまあ自分の役職についてあんまり喋ってないなと、自分がこう市民とも、まあ、役職持ってるんで殺さないでとも言ってなかったんで、まあ、ちょっと怪しいかなと思って肥後に1票。はい、投票します。正直言いますと、さっきの正直目を泳いでるっていうのはほとんど自分の主観なんで、実際デタラメじゃデタラメですね。まあ主観なん で単純にちょっといろいろ喋ってほしい人に投票しようと思うんで、ちょっと喋ってほしいのはどこかな。じゃあ投票します。じゃあ投票します。さっき目線が泳いでそうな人、肥後さんが目線が泳いでた気がした人の中で、たくみさん、浜ちゃんさん、クリスさんの、たくみさん、
ヒロシさん、クリスさんの3人が上がったと思うんですけど、僕の中ではその中で、たくみさんはそこまで目が泳いでるというか周り見てたかったっていう感じかなっていうふうに、まあ、僕のこれも主観なんですけどって思ったんで、残り2人にはやっぱり、決選投票の場所に来ていただきたいなと思うので、その中で1票のクリス先輩に入れたいと思います。じゃあ投票しますね。僕に入ってないのがまあちょっと刺激が不思議なんですけど、そうですね、ヒロシさんそんな疑う理由ないですし、そうですね、2人どっちも市民側っぽいんで決選投票の可能性を増やしたいと思います。じゃあ項目だったということで6個僕が今怪しいなと思ったのはさっきのハッピーさんです。あの、ハムスターさんの言ったのもあるんですけど、あれです、あれです、キョロキョロしてたかなと思ったと言ってたで、ハッピーさん刺した時にヒロシです、ヒロシです、ヒロシさんが刺した時に一体今すごいいいですか、あのキョロキョロしてて怪しいんじゃないかっていう話をした後にヒロシさん刺した時に、あの今回市民あぶり出しはなしですよねって、なんでこのタイミングなんだろうなっていうのはあったんですけど、決選投票した方がいいですよね、やっぱり。じゃあ僕と同じく科目だった、はい、いや、5人よ、5人立ってください、はい、はい、お前、自分が出てなかった、はい、じゃあ言います。特に、まあ、何も言うことはないんで、まあ、別にあの皆さん自分の発言そんなに重く考えていただかなくても結構なんで、単純に基本的には怪しげ、まあ、もしくはちょっと寡黙な人を釣ってほしいなと思いますよね。特に寡黙な人はちょっとこの今後の話し合いにもちょっと参加しづらいんじゃないかなと思いますけどね。はい、以上です。あ、じゃあ僕行きます。あ、別に僕は後の方に行ったら疑われるとかそういうの思ったわけでもないんですけど、あの、僕はできたら殺されたくないです。理由はあまり言いませんけど、できれば殺されたくないで、僕決戦と並んでる、4人の中で一番今んとこ怪しくないかなと思うのは六方で、その理由としてはさっき六方が最後に投票したじゃないですか。その時に2票の人に入れればその場で殺せたはずなんですよ。人狼やったら自分の人狼じゃないやつをまあ多少怪しまれても殺せるっちゃ殺せる絶好のチャンスやったのになと思って、その時に殺しに行かんかったのは違うんかな、でもそれを狙ってんのかなとか思ったんですけど、僕の中では六方はその殺しに行かんかったから市民側っていう意見の方が強いです。以上です。じゃあ行きますか。殺しに行かなかったというのは、あのそんなにハッピーさん疑ってはいるんですけど、そこまで、あ、じゃあもう、はい、ヒロさん疑ってはいるんですけど、そこまで確証がないのでっていうのが、まさかヒロさんに入れてここで処刑しなくても結構みんな2票入ってたんで決戦投票でいいかなと思った理由です。で、ちょっと寡黙だったことに対して一つあるのは、あの浜下さんの後に喋りたかったんですけど、今の発言結構白かったって誰かおっしゃいませんでしたっけ、あの浜下さんがそれを言ったことで、あ、ただ確か誰かおっしゃったような気がしたんですけど、この後これに乗っかるのは絶対怪しく見られるなと思って何も言えなかったです。はい、以上です。はい、このまま、まあ、まずいこともまずくないことも言っても言わなくてもちょっと釣られると危ないなと思うので、ちょっと思い切って言ってしまいます。カミングアウトします。占い師です。はい、僕一人残ったんですけど、まあ、最後に言おうと思ってまして、この中で、まあ、役職持ってる人がいたら、まあ、その人見極めてとか思ってたんですけど、ちょっと占い師でできちゃいましたね。とりあえず僕は市民です。で、まあ、クリスには投票行くぐらいなら僕殺してくれてもいいと思います。でも彼が人道で占いを語ってる可能性も徐々ある中で、この晩にその本物の占い師、今立ってない人の中に占い師がいて、その人が食われる可能性もあるので正直怖いんですけど、まあ僕はどうにもできないです。はい、
3-2-1 でこの投票する人にの番号を指で指す、はい、指で指す、うん、わかりました。決まらなかった。何投票の場合、決まる、あれ、まあ、2-2-1とかなればは、それはもう一回やる。減らしていく。減らしていく。決まった人も見られてください。はい、いきますよ。3-2-1、ほい。1番の人、はい、2人、2番の人、0、3番の人、はい、1人、4番の人、2人、4、5、0、0、3人、5番、4番が0、5番の人が3ですわ。じゃあ5番です。遺言どうぞ。遺言、はい、今誰が誰に言えたかとかいうのも参考にしながら市民側の人たちに頑張ってほしいと思います。お疲れ様でした。目が泳いでただけ。目が泳いでただけ。なるほど、じゃあグレーからやったって感じじゃないですか。タクミが疑ってたのは誰だっけ。さっき言ったの僕です。タクミさんが疑ったのはそこそれだけ。じゃあ、さっき情報ないよ。さっきレバイシだった。レバイシなんか情報にどうやったら、どうやったら出た方がいいですね。白がどうかに白じゃないですか。白でも白でいいか。白もいいかな。というわけで、まあ使用したので占い師の、はい、ですよね。太鼓はいますか。さっき言う太鼓。今は言わないですね。言わないもしくはいない。はい、まず1ターン目です。石岡先生の結果を、まあ、見せられました。はい、人狼ではありませんでした。はい、続きまして、2ターン目、肥後さんの占い結果を見ました。白でした。なるほど、白だけか。ひょうさんは占ったのはやっぱりさっき怪しいと思ったから占っていたの。決戦投票で比較的票が入っていたのでひょうさんを占いました。死にたくない、釣られたら困るって言ったのは誰やったっけ。多分僕ですね。そうですね。くらいしか当てにできん。それもまあ、釣っては欲しくないけど、それは欲しくないですね。このヒロシに入れ、最初決戦で入れた3人、あれ、はい、ヒロシね、はい、なんで入れたの。まあ、話を聞いてて怪しいかなと。あ、怪しいと思った。僕は、はい、むしろ保守的で、死んでもいいかな。市民やからね、はい、僕はくっつるより、それも僕は同意見。まあ、市民、なんか最初に言ってやつだろう。余裕はあと何ターンですかね、9だから、9の3やから。9じゃない、今マッキーじゃない。あと、ああ現在ちょっとマッキーになった。次、今回と次で一人殺せないと思ってきた。ああどうしよう、一回発生をギリギリやったら、何で最高はいない、なんで最高出ないですか。俺結構疑ってたんやけど、入れも決戦投票クリス入れようかなと思ったぐらい疑ってたんやけど、本当に最高出ない。本当でいいな、もう新目で見るしか。じゃあじゃあじゃあさ、ごめん、もうアコはいけんでいいけど、タクミ君が占い師の可能性ってあったと思う。言動言うタイミングがなかったっていうのはあるかもしれない。確かにタイミングなかった。ほぼない気もするけど微妙ですね。ゼロじゃないな、僕はない気がする。じゃあクリスのもうそう見るってことだよ。ただ僕としては分かんない、仮でもいいので一旦置いといてほしいとは思います。何を、とりあえず開けといて他を殺すの。白石でもあの、いたのが分かってますと。あ、はいはい、じゃあ、いや分かってますよ。ただ疑ってますけど。白山だから、まあそこを差し置いて議論していかないといいよ、どうしようもなくて。そして、じゃあ、あと今、会員やね、はい、グレーとしてるのがこの2人と2人立てた、立てたっていう2人ですね。で、この中で僕は殺されてくれてもいいでしょ。何々と言ってるよね。なんか言ってるよね。一応、うん、どっちとも取れますけどね。まあね、そう来るか。じゃあ5分の2ないし5分の3人狼っていうこと。他はもうグレーから、まあ、こっから行った方が彼っつったら引きはどうや。
殺す、まあ、殺した方がいいと思う、ね、変なこと言って言ってる枠で置いといたらいいと。待って、あなた方はしゃべる気ないんだよ。ああ、はいはい、はい、そうですね。まあいいや、とりあえずなんですけど、はい、あの今だから分からなくて完璧に指名できるお二人が誰を占ってほしいかだけ決めていただいたらその通りいたします。でもそれそこの彼じゃん。そうですね、参考までね。あ、2個、2人か3人用意しておくってのはどうでしょう。戻すか。本物。もうできたからね。もう重々調子の目なんで。はい。はい。じゃあ、あの選択の候補ちょっと鈴木君に取り通した。あ、僕。お、占いの。え、情報候補。いや、あの占いの候補。すみません、グレーの人に聞きます。このグレーの中からするっていうのに反対の人いますか。せーの、はい。今他に誰かと。この中の。この中の中から投票で。この5人が投票対象でいいんですか。いいっすよ。いいですよ。賛成です。役職者大丈夫。役職者いませんか、ほんまに。いいっすよ。賛成ですって言った言ってないでしょ。じゃあもうこれもう趣味でいいじゃん。言った。いいよ、今いいよね。あ、いましたよ。どうぞどうぞどうぞ。まあ、役職者が市民です。可能性もあるから。でも、多分まあ山川さんが役職持ちの可能性もないことないって僕は思ったんですけど、答えない。なんもないです。はい、なんもないです。こういうのもない。じゃあこの中に絶対人狼いますね。いますね。マクリス占い師で、あなたも多分どっちかわかんないですけど役職持ってるんで、まあ二人手目で、うん、二人手目で、はい、え、ヒロさん誰が白ってのしましたっけ？占い師が白。選んだ白。あ、で白白白で、多分石破先生も白じゃないですか。最初この中に。人狼は3人いる。あ、2はないかな。2はまあ多分いない。3、3人の確率高いんで、今から殺し行った方が多分引いた方がいい。かなりの確率で人狼は殺せると思うんですよ。殺そう殺そう。あとは僕らの中で基準を。僕らも任せます。占い候補さっき僕って言われましたけど、他はどうなんですか。なんで彼なんですか。鈴木くんはあのまあ鈴木くんの性質的な問題だけど、一番あのプロとしては分かりにくい。さっき分かっときた。ああ、それだけです。素晴らしい。投票します。まあ、これで最後に投票して、なんか殺しにかかったり殺しにかからなかったりしたら変に疑われそうなんで、もうグレーの人、まあグレーの人に強要するわけじゃないけど僕は早めに投票します。もちろんグレーランからでいいと思いますが、まあ誰とは決めてないんで本当に適当ですよ。バウさんに投票します。6人ですか。投票します。グレーの中僕込みで5人なんですが、この中で言うならそうですね、まあ特に根拠もなかったって話だけど、1ターン目ヒロシにさなんか話を振ったハマちゃんトロッポがちょっとだけ気になるかなって感じで、で他の4人にあまり根拠を持ってなくて、なのでその中でも2人に入れようと思います。その中だと僕はそうだ、6方かな、います。はい、そうですね、さっきあのグレランっていうことで怪しい5人から投票するって話になった時に、まあ即座にこう賛成って言ってくれたここの2人は、まあ白かなっていうのが僕の意見です。で、パッと出なかったハマちゃんちょっと怪しいかなって思ったので、入れます。はい、じゃあいいですか。すいません、ちょっと聞こえなかったかもしれないですけど一応賛成で ちょっとボソッと言っちゃったんであれでしたね。はい、まあそこはまあ仕方がないですけど、どうしようかな。でまあ入れるとしたらなんだっけ、あのね、なんかさっきマスターさんが投票するときになんか気になったことを言ってたんですけど、すいません、ちょっと、はい、なんだっけ、ね、すいません、忘れました。でもなんかね、気になることを、僕が気になることを言ってたんですよ、新聞からすると気になることを。で、すいません、なんか今のまで全然根拠ない感じになっちゃうんですけど、マスターさん、言います。それで僕だけです。グレーの中ではそうですね、もうでも僕もほぼ何の根拠もないんですけど、さっきハッピーさん、じゃあヒロシさんに入れた
人の中から選ぶとしたら、やっぱり理由はラオさんの方が、さっきのマサさんとしてって言った方がまだ、そうです。まあ投票理由にある程度まあ理由付けできてる人はまあとりあえず見逃していいかなと思ってるんですけど、あとは挙動おかしいっていう人はいないけど、ちょっと何か考えてそうな感じ投票する前に。はあったんで、じゃあ投票します。僕は釣りたい人を選びます。理由としては、寡黙な人、できるだけ寡黙な人って言った方が後から分かりにくい人、分かりやす、市民ってはっきり分かりやすそうな市民を残して、市民か人狼かどっちか分からんけど、どっちか分かる、はっきり分からない人を先に釣ってしまった方が後々いいかなって思ったんで、僕はボーさんに投票します。次は僕が釣られじゃあ噛まれてもおかしくない気はする。いや、遺言みたいな、どう釣りようかなじゃないと思うな。六方と鈴木を疑ってます。なんで僕は今さようなに待ってたかと言いますと、あの占い師なので、さっき言いました、占い候補3人ぐらい決めておきたいんですよね。でそのためには1人あの絶対殺されるので、まあその人が、だから誰が殺されるのかなっていうのを決まった状態にしてからちょっと名乗り出なかったんです。ではそのうち誰を、占い候補するかと言いますと、まず鈴木さんでですね、今釣られひそうなのは六方とバウさんなので、どうしましょうかね。決戦投票の形に持っていくのならば、この2人の投票数でまた別の答えに投票します。でですね、じゃあまず鈴木さんと、じゃあマスターさん、鈴木さんと、アムチャーさんもですね、アムチャーさん、この3お三方を、占い候補といたします。というわけで、じゃあ、まあ僕は市民側で、役職も持ってないので、そんなに抵抗することもないですね。はい、もう残りの方々の判断にお任せします。はい、僕はさっき考えてたっておっしゃられたようにずっと周り見てたつもりだったんですけど、結局決めきれなかったのでちょっと安易ですけどバウさんに入れちゃいました。他には特にないと思います。はい、3、2、1。はい、あ、そう、クリス以外がパーです。六方が処刑されます。遺言どうぞ。ギリギリあと一つというか一回も外さずにいけば足りるはずなのでお任せします。っていうことはもらってた白が確定です。霊媒師の人って出ないんですか、まだ死んでる意味な、あ、うん、もう出ないと思う。そろそろ、うん、そうか、あのね、六方ね、どっちやったかとか、タレネさんとの番組、候補やったハマちゃんとか人狼はですね、なのかな。知られたらまずかったってことですよね。あ、多分そういうことになるんですかね。いや、まあまあ、そう、まあまあ、相手の3人、ごめんなさい、ネタ的になるかもしれないですけど、人狼が人狼かもありなんですか。なしです、ね、はい、うん、はい、もう根拠なしですか。守りも出てないから、騎士もちょっと待って、でもさ、物役職っぽい人一人おるよ、うん、ダーソンはまだなんで、まあ、だいたい予想はつく気がするけど、まあ、僕、あんまり信用してない。いや、僕信用してます。
白信仰でお願いしましょうか。いや、だ僕ヒモ結構疑ってるけど、だって何で疑うんですか。死んだとするのね。死んだとし死んだ死んでますよ。だいやいや、どうやって死んだ。そっか、人狼が人狼君は神なんだ、ね、神で死にました。あ、なるほど、あ、そういうことか。あ、それ言うなら人狼じゃないね。なるほど。僕はじゃあこの3人、あ、こと自分言う、僕はこの3人で見てます。白おりゃ、何の根拠、何の根拠。え、ですね、役職、最初から役職言ってて、まあ死んでないのもおかしい気もするますけど、でも今までの発言的に結構村売りの発言多かったんで、大丈夫ですか。死んでますね。鈴木疑ってるのは僕も一緒。まあ、ったな。まあ、ったな。惜しかったですけどね。二人はちょっと疑って、浜ちゃんと。あ、先生、僕もですか。うん、僕だってまだ人狼、3人。人狼は3人いる可能性も多いと思って、はい。はい。やっぱりあのグレーの中に、ということはやっぱりあのグレーですよ。もうこの4人ですね。そうです。1人含めて僕も。うん、だからこの中に3人もしくは2人、六方が人狼やったらちょっともうちょっと何か言うんじゃない、違うかな、そんな感じじゃないですか。そんな感じじゃないですか。なんか、いや、語るんじゃないっていうね。いや、まあ分かんないけどね、まあ、半々にて。でもこの中に2位か3、2位なし3がいるとして、で、若さんはまた白目で見てるんで見た。で、ねバウを白目で見たいんだけど、はい、この中に3いるとした場合、この2人を信用すると言ったやん。そうですね。ほんなら自分も人狼なんだけど、なんか数が合えへんねんけどな。ああ。まあちょっとなんか要は、あ、この3人の可能性もなくはないんですか。違います。人狼側でこの3人タッグで、タッグで。ああ、いや、まあそれは2人ともとは限らないよ全然。うん、だからちょっと発言、ちょっといや、まあこの中に3人人狼がいたとしたの。じゃあ、2人で息合ってんのは、とりあえず鈴木怪しいってことですか。まず人狼今日釣った方がいいと思うんで、鈴木でいいと思うんだけど。鈴木釣って負けたら、もうそれはもう仕方ないですよ、村人としては。節穴なだけなんで。ですか、弁明ないな。そらありますけど、あるけど、白出しが2人言われたら、でも、まずいと思うんですけどね。だって釣り返すって、何かあるんですか。いや、もう多いよ。3人やったら3人でしょう。まあ2の可能性もあるけどね。2の可能性もあるけどね。5なんで余裕ですけど、まあ、だから1人減ってたんやったら別に1人余裕あるんやから別にある程度余裕を見ていいし、4分の3やったらまあ実際まあ4分の3の確率で当たるんやから。この状況下で悠々としてる浜ちゃん、バウさん釣ったいけど、まあ白が言うなら、いや、だから俺は浜ちゃんも釣りたいなって。ああ、マジですか。しゃないっすね。だから、次に疑わんのこの人、要はグレランでいいかっていうところに微妙な反応だった2人、うん、僕からしたらね、読み、しないで、はい、ちゃんと言ってたんですけど。まあそれはしゃあね、もう聞こえなかった、主張しなかった、僕らが悪いね。マスター信じる。マスターですか。マスターそんなにすごい信じるわけじゃないですね。言うんだったら信じるかなって感じです、マスターさんが。もうさ、はい、嘘ついてたら失格よ、ほんま。いやー、怖っ。嘘つく理由ですね。やっぱ俺に死んだ。もう帰れ。投票するの、まあ、でもいいですけど、はい、じゃあ投票します。僕はこの2人に入れたいんですけれども、浜ちゃんかな。投票します。まあ、話の流れ的に鈴木にやってたんで、僕は鈴木に1票入れます。はい、入れます。そうですね、話の流れっていうことと、まあ、自分の、自分以外のグレーの人にちょっと票をそらしたってことで、鈴木君に1票入れます。投票します。さっき言うな、まあ、なんかバーンが余裕そうな顔してるのがちょっと気に食わない。素晴らしい。大変気に食わない。ひどいこと言う。すごい入れたい気もするけど、ここはね、ちょっと
分散するのもあれなんで。鈴木ハマちゃんはちょっとどちらかというと入れたいんですよね。ちょっと入れたいんで入れます。入れたいんで入れたいんで。そうするか。はい、じゃあ、ああ、できなくて怖くて。はい、はい、はい、知らん、もう僕、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 じゃあハウスさんに入れます。マジか。はい、そうする。どうしよう。あ、何あと3人ですか。2人です、僕と私は。いやー、初めて見てる。だって多少疑ってるもん、僕は。なんていうの、バウがもう怪しいと思うのは、さっきの決戦投票での市民アピール、うん、市民語りもあり得る。今、はい、人狼が何も語っていないんですよ。あ、そこも怪しいね。市民を語るのが怪しいです。けど、いけない。はい、どうします。いや、もう分からへん。もうほんま、このゲーム多分僕が無能です。何でその一言置いたことあるんじゃない気がするんですよ。でも、鈴木さんに投票します、僕は。じゃあ、僕が最多投票で失敗になります。まあ、まあ、人狼やろ。こいつが人狼やったらいいなってくらいかな。誰？ね、六方が。あ、六方が。そうですね、それにかけるしかないかなと思います。おぉ、え、あれ、いや、こう、ちょっと戻ってやっぱ、ほんまねや、白いほんまねや。騎士です。あ、え、誰が持った。騎士です。他に誰かありますか。はい、騎士です。あー、せーの、でも書いていきますか。はい、せーの、肥後さん、若さんです。あー、そう、あ、そう、はい、あ、そう、ハマちゃん先に、ボディーガード順番やって。誰を順番に守りました。ボディーガード順番、順番ですか。順番は、まず、鈴木さんで、その次に、鈴木さん先行って、で、次に、次は誰が生き残ってた、その時に。誰が持った。え、さきごさんの忘れがちやな、そういうの。優しい。よくある、よくある。優しいな、マスター。誰にする、誰にする。誰ロッポその時死んでなかったか。いける。鈴木さん2番目で、ロッポ鈴木さん、あ、ヒロスかなと思います。あ、わかりました。ロッポを最初に守りました。もう守られるね。で、2回目ヒゴさんを守って、3回目に若さんを守りました。根拠としては、別にいいわ。あ、いいですか。いいよ、いいよ。まあ、あんま、まあ、時間、あ、大丈夫ですか。じゃあ、まあ、怪しいのはこの2人ですね。え、まあ、なんでよ。誰だよ、僕とバウ。なんでよ。確定ですか。どっちか。だって、強人じゃなかったら、語ってるとしたらどっちかは自分ですよ。うん、僕、浜ちゃんさんと。まあまあ、でもそれはこっちも同じ話。あ、それもそうですよ。ああ、そうか。僕は人狼の数があれ、別に人狼と見てない。うん、知ってますよ。でも、そんなんあるでしょ。確定じゃないでしょ。待って、確定じゃないでしょ。ハマちゃんね。そう、ハマちゃんはまあ限りなく怪しいと思います。信じる。僕は素人、ずっと素人だと思ってたんで、うん、ハマちゃんほぼ黒じゃないかなって。てかさっきもずっと黒だって言ってたじゃないですか、この普通の部分と。まあね、うん、で、その怪しい一人の怪しい方がボディーガードとして、ね、現れたんだから、それは怪しいでしょ。白目で見てる方と黒目で見てる方。レバイないね、レバイないね。レバイさんは死んでます。はい、死んでる確率も高いですね。なんでその3人を守ったの。聞くか。なんで鈴木くんが守ったって言ったっけ。はい、2回目、2回目、2回目あたりの鈴木くん、まあ、なんかもう記憶あかん、僕初回の初ターンのあれが全然思い出せない。鈴木くんは何で守った。
鈴木さんは別に理由はないです。ああ、なるほど。で、六歩を守ったんは初めダーソン信じてたんですよ、うん、で、ダーソンがそんなまあ怪しくなさそうっていうのを言ってたんで、ごめん、2段目ってなんかこいつが占われるかどうかっていう話じゃなかった、違うかったっけ、多分そのあそん時じゃなかったっけ、それで守る必要あるかな、あ、でも殺される可能性ある、殺される可能性あるかな、殺されたら死の確定ですね、うん、知らないと思います、うん、で、ダーソンが2段目に守った人はヒゴさんです、ヒゴか、いや、に占い師が襲撃される可能性を忘れて城をとりあえず守ろうと思って、確定してる人を守ろうとした、まあそっちの方が理論通ってることは通ってるかもしれない、占い師守ってたってことあるの、占い師を守り忘れてました、守ってない、どちらそれは狙われがちだから、狙われがちだからね、殺すんやったら僕は騎士っぽい人か占い師やと思ったんですけどね、その時点で殺されるなら、意外とそうじゃなかったんですけど、もう自分の中では腹積もりが決まっています。もう一人の棋士を語っていらっしゃる浜ちゃんさんに登場します。僕もまあ理由は同じくダソンに登場します。お願いします。え、ごめんなさい、記憶違いやったらほんまにごめんなさい、2段目、確かそういう話になってたかなと思うんです。浜ちゃんさん逃げます、やっぱり浜ちゃんかな、ちょっと守る人の変遷がちょっと怪しかったので、はい、逃げます。ヒゴくんどう思う、これ身内だよ、あと2人残ってるわ、はい、え、ラスト、いや、まだですまだのって考えて、こっちの2人の中にあと1人が紛れてるかもしれない、うん、もうあっさり、あ、ごめんなさい、これ今度言ったらあかんな、あっさり切ったね、でいいよね、はい、ごめん、ごめん、あ、ごめん、何を言ってるの、いや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 、あっさり釣られるのと思って、あっさり、とりあえずはい、はい、投票で死ぬことになりました、必死が、はい、なんで私を殺すの、殺さないで、お願い、死にます、はい、え、これはね、え、いいんだよね、誰も死んでない、動画市民勝利守れた、え、守れた、市民勝利でいいですね、はーい、やったー、やったー、誰か誰か人狼か、わからない、ということで役者公開です、そっちからいきますか、はい、はい、ヒロシは市民でした、最初の方で霊媒師で途中で占い師が釣られた時はどうなるかと思ったんですけど、最後騎士がいい仕事してくれたと思います、勝ててよかったです、ありがとうございます。バウは市民でした、まあ、終始こう誰が人狼なんかふわふわしてたんですごい不安やったんですけど、勝ててよかったです、はい、はい、浜ちゃんは人狼でした、まあ最後ミスったんかなって思います、はい、騎士として出なくてもよかったけど、騎士として出たの正解、出なければランダムにある、そうやな、だって僕はラストだと思わなかったもん、2匹残ってたら出てもあるやと思ったけど、いいかもしれない、そう、だからラストと思わなかった、ちょっと下から人狼の視野でもみんな消えてる状態で出るし、そうですね、だからヒゴさん噛んどいたらよかったなと思いました、はい、というわけで私クリスは本物の占い師でした、なんか騎士の人たちに騎士の人たちが全く信じてもらえなかったみたいで、その後偽物として出て騎士にすら守ってもらえてなかったっていう、それは別に信じてなかったわけじゃない、いや、もう完全に守り忘れてました、何じゃあすまんせんその裸に感じて出てよかったです、いやいやいや、最後のターン誰もらったの、死ぬ直前、あ、鈴木さんなんて人狼プロですよね、あー、そうですか、はい、私ロックは人狼でした、見た感じあんまり人狼と思われずにすられたのは良かったのか悪かったのか、でもおそらく残りの相方の人狼が2人とも市民で最後に残るっ
って強い方だと思うんで語るべきだったなとは思いました。アンダーソンは騎士でした。途中で占い師守れなかった時はあ、しまったどうしようとか思ったんですけど、まあ、最後になんとか防衛成功できたので良かったです。ヒロは市民でした。あんまりスミリとか当たってなかったよと思います。ただそうですか、全然ダメダメだった気がするんですけど、あんまり実感ないです。で、騎士がなんとかファインプレー見せてくれたんで勝てたような試合だったと思ってます。はい、匠は霊媒師でした。仕事できずに死ん噛まれてしまって残念やったんですけど、まあ、途中占い師も噛まれて危なかったんですけど、まあ、騎士のファインプレーでなんとか勝ててよかったです。続きは人狼でした。そうですね、まあ僕が釣られる投票の時にバウさんに入れておけばちょっとは変わったのかってことと、騎士とか霊媒って語りができる役職がまだ残ってたのに、まあ市民として残ろうとしたことがダメやったかなとは思います。狩人は狩人で狩人日記は結構難しい色もありますし、あの今までなんで誰を守ったか、それがどうだったかっていうのを覚えておくのがあって、それは自分がやるときはちゃんと考えてたんですけど、まあ先にやればよかったなとかはいろいろ後悔します。さっきのも追求して、まあほぼほぼダメだから。そう、あれができておればまた勝てた。この人ちょっと怪しいって言われてたし、そういう意味でそれが語りができればまだ勝機はあったかなと思います。とても残念です。ブレランでオッケーっていうのを本当に2人は言ってたと。あ、それは言ったつもりでした。普通に言ったつもりでした。すごい自信満々には言ってないですね。軽く言ったとしてもですね、まあそうですね、そう語るタイミングもそれが自分に抜いた直後あたりに霊媒ってやめてくださいって言えたら一番効いたんですけど、またたく間にちょっと僕をズローが進行してしまったんで、ちょっと僕は語れなくなってしまった感はありましたね。実際あのぐらいの中に本当に狼が3人いたわけですよね、うん、はい、クレーの中に3人いました。本当にグレランは嫌がるはずやったよね。嫌だったんですよね。まあ、1人くらい切ってもいいなと思ったんですよ。実際僕6本に入れまくりましたし、怪しげな人、あの人狼以外から1人ぐらいを出しとくべきじゃったんじゃないかなと思うんですけどね。マスターは、市民でした。まあ、そうですね、疑われた5人の中に入っていたので、まあ、なんとかあの人狼じゃないようアピールをあのしようと思ってました。石川市民です。そうやな、市民っぽかったですよ。でもそれが演技やとしたらすごい怖かった。人狼が人狼噛めませんよねとか、そんなことを言う人狼がおったら、あれちょっとドキッとしましたね。候補が一人抜けたと、いつころさんからなんか宣伝したいことがあるそうで、はい、無事乗船権獲得することができましたので、乗船させていただきます。1月7日土曜日に行われます大阪市立大学混声合唱団第55回定期演奏会が、サンスクエア堺ホールにて行われます。この中の、まあ、最後のステージなんですけども、混声合唱組曲沈黙のアリカですね、指揮者があのコールドラフトと一本に兼務してます、辰坊くん、フォックスくんが指揮をしまして、あと客演ピアノとして石岡先生のピアノ伴奏付きという豪華なステージになっております。ぜひぜひ皆さんお越しください。お願いします。お願いします。絶対見に行きます。アンダーソン、アンダーソンも出るよ。はい、ということで今回の人狼ゲームは市民側の勝利でした。拍手。